スタートなんだよな。何言ってんの、一回。あ、また振ったんだね。そう。あらた。そうなんですよ。今日100回洗ってるよ、車。また雨かよ。あらた、ほら、こっち。え、全部こう斜めにやってるってことは、あら。また雨降ってこれ。降ってます。100回かよ。今日100回洗ってるよ、車。何これ撮影してんの？俺忙しいんだよ今。ええ、ね、あのですね、東京ドリームライドIN岐阜。何そのIN岐阜は？あのイベント開くんですけど、所さん。やるって言ったね。はい。うん、愛車自慢のグランプリの人に商品出したいなと。うん、君主催でしょ？僕主催。主催だから。君が出してあげればいいじゃん。まあ通常はですよ。2023年6月4日岐阜県大垣市上石津緑の森公園にて東京ドリームライドIN岐阜を開催します。ね、あいいのはね悪いんだけど、なんかコメント言っても今あの光が入ってないから暗くて分かんない。そうなんです。これ暗くて、なんで俺が商品出すんだよ。あ、本当ですよ。まあでもいいよ。あ、じゃあこのジャンパーあげようか。え、ちょっと待って、それ一点物じゃないですか。そうだよ、ちょっと待って。ありがとうございます。日向の方に、日向に出てあげるよ。なんだよ。いや、かっこいいツーストですね。俺ね、あんまりね、革ジャン着てね。はい。あ、でももったいねえな、これ。いやいや、もう一回振ってます。何が振ってますあの、はい、あんまりね、はい、革ジャン着て乗らないんだよ、俺、ライオートバイこうやって。そうかもしれないね。じゃこれでも裏地もちゃんとついてんだよ。そうなんだよ。いや、本当ですよね。あ、本当だ。これでもバイク乗りがちょっと欲しがるね。欲しがるジャンパーですね。ねえ、これあげるか。じゃあ、はい、背中に何か書いた方がいいよな、ここに。あ、まあ、そうですね。どうだろう、東京、いやいや、東京ドリームライドうんこってどでかく。ありがとうございます。何ありがとうございます。助かります、本当に。何それ。愛車自慢のグランプリの方のみ1名様。まあ、簡単に言っちゃディズニーランドみたいな感じです。YouTube 撮ってるの？そう、U大会優勝、もうありがとうございます、本当に。あ、 F を借りてきたんだって。そうなんですよ。ホンダの 7F。 そう、ただバッテリー上がったんだって。はい、で今チャージしてんだろ。してます。君知らないね、いろんな情報。今チャージなんか知らなかったって。エンジンはバーンかかるやつあんだよ。教えてください。これ充電も何もいらないんで、これをプラスの端子、これをマイナスの端子に挿す。はい、そうすると電池にちょっとだけ電気残ってるんだろ。残ってる。あれ勝手に吸収してそれをこの中でずーっと強いものにして戻してくれる。だからセルがボン回るから。了解しました。そうか、じゃあそれで F を持ってくると。持ってくる。え、ダダン、これ F、 F 発見。すごい、これこれですよ。 B、 A 型 B 型ってあって、これ B 型なのかな。ゆーちゃんねる。ここへ。そうですよ。なんや、だって俺も懐かしいけどね。僕の思い出の、あ、ありがとうございます。僕の思い出じゃないんですから。なんや F は。そんなことよりもよ、雨がなんだよこれ、腹立つわ。でも所さん、なんか台座みたいの。あ、台座みんなにあげちゃったからさ。結果ないんですか。それのがねえんだよ。だからしょうがねえから、こことこことここ持ってここに登って拭いてんだよ。しょうがねえよ。ここだからね、あのダメ、大きい車買っちゃ本当だよ。いやこれ同じじゃないですか、なんかちょっと似てるな、幅。え、幅同じですか。ブッシュワッカーはフレーム同じじゃない。あっちがフレーム同じで250。やっぱサイドワインダーだね、楽しいのは。これ一番気に入ってるのだって。いや、かっ、いや、シルバーもかっこいいな。いや、どうしよう。
どうしようって言っても関係ないけど、どうしようって、いやシルバーはあるでしょ、かっこいい、サイドワインダーじゃないよ、うんうんうん、あっちはブッシュバッカー、うん、あーチャンバーもかっこいい、あもう次かかる、嘘、かっこいい、いやでも普通サイドワインダーってエンジンかけるの難しいんですよ、あれキック すごいですね、トコさん2発でかけるって結構難しいんですよ、かかる感じがするじゃん今も、なんかかかる感じはしたけど、やさすがです、やっぱ維新伝心だよ、維新伝心、俺はさあんだけキックで怪我したから二度とキックはしないしてるのに言ってました、最近キックしかしてねえじゃんかよ本当だ、本当だ、かっこいいな、このマイク、これ静かだよ、いいんですか、じゃあそれエンジンかかったらもう終了、エンディングにしたいなと思ってます、ブッシュワッカーなんて持ってる人いないんだから、こんなの嘘、いやこっちの方が多いんじゃないですか、サイドワインダーの方がないと思いますよ、そうそう、あ、こうかかるよもう、あ、こんな感じ、あ、ちょっと違う、なるほど、かわいい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。はい。